海外から里帰りした明治時代の日本の風景。一個人が半生をかけて海外から探し出し、日本に里帰りさせた珠玉のコレクション。西洋の画家が愛した日本の風景。日本人画家が描いた明治の暮らし。そこに描かれた風景、風俗を通して明治の日本を旅する展覧会。最初に日本に洋画を普及させたキーパーソンの作品を紹介し、歴史を振り返る。来日した西洋人たちが見た日本と、彼らの技法と目を学んだ日本人画家たちが見つめ直した日本。彼らが描いた絵画を通して明治の日本を旅する。来日した西洋人たちが興味深く見つめた日本人の様子。近代化、西洋化の中で大きく変わってしまった生活の姿。今は亡き明治の日本人の暮らしを垣間見る。明治日本の花の豊かさ、花畑の美しさ、どこも花に満ちていた当時の景色を楽しむ。明治時代の美しい日本の姿が残された貴重な作品の数々。本展では個人コレクターである高野光正氏が長い年月をかけて収集した貴重な作品を厳選して紹介。明治の風景が今鮮やかによみがえる。高野光正コレクション、発見された日本の風景。